はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。残暑がまだありますけれども、体調はどうですか？なんかね、天候がいろいろ狂ってくるし、なんか変な感じですけど、ご自分の体をね、元気に保たなければいけませんよね。さあ、前回ね、アミグダリンの話をしました。で、その時にね、アミグダリンっていうね、B17、レトリールっていうね、シアン化化合物になって癌細胞をやっつけてくれるって、こういう話をしたわけですよね。で、今日は IPT、前回ちょっと言いましたけどね。っていう話をちょっとしますね。これはね、I は、これインスリン、これはポテンシャル、で、セラピーというね、IPT 療法というのがあるんですね。で、これをお話ししていきます。これはね、癌患者さんの、にね、役立ったらいいなと思って、お話をするんですよ。これはね、メキシコの先生たちはみんなこれやってるんですね。IPT を。で、なぜこれをやってるのかというとね、アミグダリン、これを癌細胞だけにキュッて吸い込ませたいわけですよ。で、癌をやっつける。そして、これをね、例えば、月曜日と金曜日とかってやるんですよ。週に2回ね。そして、この真ん中で、化学療法。メキシコのドクターですよね。化学療法の、要するに抗がん剤ですね。普通の抗がん剤の 20% ぐらいから 30% ぐらい。普通使う量の2、3割。1割ぐらいで長くやる方もいるみたいなんですけどね。ドクタートニー先生なんかの要するに見てるとね、このくらいの方がよく効くらしいんですね。抗がん剤をね。だから、すごい量入れないから、ダメージはそんなにないわけですよね。体にはね。で、これを週に1回やる。で、アミグダリンは、この月曜と金曜。こういう処方をするわけです。こういう治療をするわけですね。で、これからどうやって治療するのか言いますよ。癌細胞は、糖を餌にするじゃないですか。インスリンを入れて、血糖値を下げるわけです。で、もちろん、お医者さんと看護婦さんたちがこう並んで、患者さん何人かいながらね、インスリンをちゃんと体重に合わせてお医者さんたちが決めるんでしょうね。で、打ちながら、点滴で入れながらね、点滴のルートがこうあるわけですけど、入れながら、血糖値を下げていくんですね。で、血糖値を下げていくじゃないですか。でね、大体見てますとね、40ぐらいまで下げるみたいですね。これ聞くとね、わあ、危険、大変ってなるわけですが、ちゃんといざとなった時にね、こんな太いブドウ糖の注射器から、角砂糖から、ジュースからいっぱい用意してあって、もしもって命に関わりますからね、そういう時にはサポートする準備ができてるわけですけど、それでね、血糖値を下げていく。そうすると、癌細胞は、糖が、欲しいよっていう状態になるわけですよ。欲しいっていう状態に。血糖値が下がってきちゃいますから。その時に、ブドウ糖。これね、見てると 50cc。5% ぐらいのブドウ糖液ですかね。50cc の中に、これ、癌の餌じゃないですか。この中に、このアミグダリンを、これを月曜と金曜ね。水曜日は、抗がん剤の化学療法ね。これを入れて、血糖値が下がってきたところでもって、ブドウ糖の中にこうやってブレンドして混ぜたやつを横の点滴でぶら下げてね、シュッて入れるわけ。そうすると、ペット検査で、癌細胞はペットの糖をシャッて吸い込むじゃないですか。それと同じようにこれを吸い込むわけですよ、キュッて。そして、アミグダリンの天然の抗がん剤でやっつけたり、そして、このアミグダリンでは体のダメージはないですよね。でこれで少しやっつけといて、週に1回化学療法で、これで普通の抗がん剤の3割ぐらい、2、3割使って、これで叩くわけですね。っていうやり方を、1ヶ月ぐらいの間、月水金、やるわけですけど、月曜と金曜はアミグダリン、水曜日は抗がん剤を少し入れる。で、こうやってやりながら、食事療法やりながら、温熱療法やりながら、という治療をするわけです。メキシコのティワナでは、他にもいろんな療法を組み合わせながらやってくれるんですけど、ただ治療費がね、1ヶ月いると300万、400万、500万かかりますから、なかなかね、普通ではいけませんよね。まあ、食事でね、やりながら、なんとか体を立て直していくね、そういう方法を私たちは、もう、癌にことに関してはね、30年ぐらいやってきましたから、お役に立つことあるかもしれませんから、何かありましたらご連絡をね、していただければと思います。アミグダリン B17。普通はね、あんずの種の粉とか食べちゃいけませんよとかって言ってるんですけど、正常な細胞は、癌のような酵素を出してませんから、全然問題ありませんから。ドイツとメキシコの先生たちですね、統合療法に取っかかる先生たちは、これを使いますから、どうぞ安心して。ということで、アミグダリン IPT 療法ね、終わります。お元気でいてください。ありがとうございました。